はい、こんにちは。こんにちは。ちはお林さん、林さん、ご無沙汰しております。林さん、23週間前にでもお会いしましたね。林さん。こん,こんにちは。はい、えー、ハリオさん、こんにちは。シューカプトルさん、こんにちは。 ここんんんににちちはは、うんえー、リファさんもこんにちはなんか、プトリさんとかリファさん、久しぶりな感じがする。1か月ぐらい。そうでもいいか、ね。で、アリラさんアイラさんアイラさん。アイラさんね。アイラさんでいいですね。はい。林さん。はい。なんか、ずいぶんなんか寒くなさそうな服着てらっしゃいますけれども、どうですか、はい、日本は。<laughs> いや <laughs> 部<屋>外は寒いですよ。部屋の中が暖かいんですね。 はい。ちなみに、<あ><し>はい、うん。ちなみに林さんのところ今暖房具はどんなものつけてますか今。エアコンです。あ、エアコンのみ。はい。エアコンのみでもう十分暖かい。そうですね。部屋が窓が二重二重になってたりするので壁が熱かったりするので大丈夫。あ、じゃただ、うん。実は今私のこの家からすぐそのあのハウス、うん レンタルハウスがあって、うん、そこにジャカルタから7人おたくなジャカルタの人たちがインドネシア人が泊まっているんですけど彼らはなぜか半袖ノーススリーブとか <laughs> ハーフスリーブの T シャツを着て30度とか35度のエアコンにするので。<laughs> ほんでもって、<laughs> テンペラーチャーを下げましょうねってしてるんですけど、<laughs> 行くとどうしてもすごい30度とかにしてるんです。あれはどうしてですか ちょっと聞きまちょっと聞いてみましょうじゃあとりあえず始まったらすぐにそこの面白いあのなんか現象ねわかりましたはいえそれでは皆さん時間になりましたので今日もえ毎週火曜日のフリートークも日本語ワイワイで日本語を話していきましょうよろしくお願いしますこんにちはお願いしますよろしくお願いしますえとミュティスさんちょっとちょっとちょっとすみませんミュートお願いできましたねあのごめんなさいねはいえ今日の日本 ワイワイは、まあ、あのイはンドネシア人の皆さんにとっては多分興味深いと思いますが日本の暖房,具暖,房暖房器具とかも言いますけれどもねあの、まあ、寒くならないために作られたいろいろなものですねじゃあまず質問します皆さん日本の冬に、まあ、使われる寒さをしのぐ寒さからブロックするいろいろな 道具は一体どんなものがあるでしょうか。一人一つずつどうぞ。手を挙げて。はい。アイラさん。どうぞ。アイラさん。アイラさん、何。あ、いや。<laughs> 違うよ。おばあさんが聞いてるから。<laughs> あ、は、はい。あ、あ、あ、え、アイラさん、何。答えない。答えないんだったら、じゃ、他の一部していきますよ。おばあさんが聞いてるから。うん,うん、うん。だから。おばあさん、聞いてあげてないよ。いや、さ生、あげてね。あ、聞いてないよ。よ はいごめんなさいねあげてるように見えたんですよ先生にとってはねプトリさんどうぞあのう、ー、うんこたつこたつねはいこたつま一番有名ですねね他の国にはなかなかないものなのでねはいじゃあリファさんどうですかストーブで、ね、ストーですねはいえー、それではハリオさん何があるでしょうか他にえっとポケットヒーターですね。 ポケットヒーターっての、ね、は、まあ、北海道みたいなもんですかねあのこんなちっちゃいやつの。こうやって持ってるやつですね。はい、はい、ポケットヒーターね。ポケットヒーターと言ったことがない先生はね。カイロですね。大体ね。リンさん。リンさん、うん、さん他にありますかマフラーです。マフラーね。マフ,ーマフラーでもインドネシア人も使わないマフラーって。あまり使わないですね。いいすね <laughs> 山に登る時くらい。<laughs> そうね <laughs> でもああのま,まあ山に登るときにちょっとスカーフみたいな、うん、ちょっと厚手のスタッフみたいなものね、うん、使うそうですねマフラーですね他にはじゃあファウザーさん久しぶりわエルフィさんも久しぶり超久しぶりだこんにちは、はい、お邪魔しますどうしてましたかエルフィさんしばらくちょっと <laughs>、えー、よくなったけ時間に合いませんでしたので <laughs> そうですね日本語はプレプログラム時間が変わりましたのでね、忙しい時間になってしまったかもしれません。じゃあ、エルミさん、はい日本のダンボーグ何がありますか日本語んでしょうか、先生。ダンボーグ、冬のダンボーグ。ダンボーグこたつとか、ストーブとか、はい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 、もない、でい、はい、はうんうん。 何でしょうね。まあ大体もそうですね。他に何かわかる人、私知ってるはいどうぞ。ファウザさんみみかんみかんみかんフルーツのみかん果物のミカん。ファウザさん、面白い。 意見、それはどうして日本のダンボくなんですか。<laughs> ああ<ー>、うん。あ、冬の時は、あは、うん、あ、靴履いて。うん、じゃ、もう、あの、ファルザーの人にとって。もう、あの、こたつの上に必ずみかんがあるから、もう、みかんも。日本人の冬にとった必要なものだということでね。あの、みかんというふうな、とても面白い意見が出てきましたけど。他にありませんか。もう。ないですかね。 先生。はい、エルさんルフどうぞ。思い出しました。うん、手袋は先生。ああ、そうね。手袋。でも手袋はインドネシア人も持ってますよね。手袋ね。手袋。でも、インドネシア人にとって手袋は、うん、まあ暖房ではなくて、あまりね。まあ、怪我をしないようにとか、バイクに乗ってる時とかのね。そういうための手袋ですね。はい、じゃあ、日本人の方にお聞きしまあお、リワさん。リワさん、他には。 えっと最近よく聞く、あの <laughs> うん、ヒートテックは入りますかね。入りますですよ、もちろんヒートテック、うん、ヒートテックって、あれですかね、商品名なんですかね、あのユニクロの商品名かなあの、寒くない、寒,く寒さをあの防ぐ、しのぐ、ねあの、ガードする下着とかね、そうあのシャツとか、それ、ヒートテックそ、それでいいんですかね、私、間違ってますかね。 そうですね。ヒートテックの下着とかね、そういうものですかリファーさん。あります。そうですね。ありますね。持ってる人、ヒートテックの下着とか持ってる。まあ、日本人の方はみんな持ってる。エルフィさん、アンさん。ちなみに、五十嵐さんは今日ヒートテックお召しになってますかあの、冬の間は結構着ます。はい。結構着ますよね。はい。タンクトップの形だったり、長袖だったり、いろいろな形ですけど。 ずいぶんやっぱりサあの寒さがこう感じられないといか、寒さをしのいでくれる感じしますかヒートテックはやはり。そうですね。それ以外、うん、他のものと比べたらやっぱりあったかいです。あったかいですよね。薄いのにあったかいですよね。はい。では、最後に聞きます。日本人の方、他に暖房具はありませんかお家の中に。五十嵐さん、さんどうぞ。はい。あの、これはで出ましたでしょうかあの、ホットカーペット とかホットカーペット皆さんあの、インドネシアにもカーペットってありますね。カーペット、床の上に置くね。で、はい、日本はこれ、電気をきちっと入れると、このカーペットが暖かくなるっていうカーペットがあるんですよ。でこれ、ホットカーペット。そうですねうちも必ずあの。うちの家にもありました。これに似てるので、実はあの、まあ、床暖房っていうのがあって、これはもう、 お家の床、乱帯ですね。お家の床自体が暖かくなる設備があります。これはもうお家を建てるときにね、そういうふうにしなきゃいけないですけれども、スイッチ入れると床が暖かくなるんですよ。すごいですよね。あの、韓国なんかもね、その、あの、あのそういった家もありますけれども、日本もあります。もう一つ、ちょっと言った、あの、電気カーペットに似てる、もう一つ、電気なんちゃら、電気なんとか、 ささあ林さんん電気なんとか電<気>毛布電気毛布はい毛布というのは皆さんね何ですか,か,すかすスリムとでこれを電気やっぱコンセプトに入れて暖かくなるんです。 暖かくなる。だからね、寝るちょっと前に電気を入れておくんですね。こう、スイッチを入れておくと、寝る時にはもう、この毛布がポッカ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 してるんです。<laughs> すごく暖かいです。気持ちいいですよ。電気毛布使ったことがある人。日本人の方、皆さんですね。<お>もう清水さん、清水さん、バチャーっと。あ、清水さん。清水さんに質問。清水さんのところってちょっと寒いですよね。ジョグャカルタのちょっと山の方ですかね。 寒くはないです。寒くはないですか。涼しい。涼し,しいですね。例えば、その今住んでらっしゃるところで、いや、ストーブ使いたいなとか、こたつ欲しいなとかって思ったことはないですか。さすがにないです。俺はないんです。インドネシアは寒くても、そんなには寒くならないということですね。すねはい。<生>そうですね。 はい、先生、これ、いりませんか、先生。これね、はい、もう一つ出てきたそれ何ですか、エルビさん。名前がまだ出てくる。この中に、お湯を入れて、そしたら、おなかとか、何ですかね。はい、このところとか、見つけて、 暖かくなります。はい、それエルフィさん日本で買ってきたんですか。はい、これは日本で買ってきましたもの。その名前名前覚えていますか。い,いえ、忘れました。これ,れはですね、<laughs> あのあそれはもしかしてちょっと氷のやつかもしれないですけど、実は日本は湯たんぽというのがあります。湯たんぽ、うん、であのおこの丸いですねあのケースの中にお湯を入れるんですね。 お湯を入れて、はい、そしてそれをあの布団の中足とかにね、普通はやっぱ足なんです足の方に入れておくと足がポッカ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 して暖かくて気持ちよく寝,寝れるんですねこの辺皆さんであと写真を見ていこうと思うんですがその写真を見る前にさっき林さんから質問がありました今から皆さんに質問ですよ答えてくださいよいいですかもう一度話をします 林さんのお家の近くにレンタル、まあ、ルームみたいなのがシェアハウスみたいなのがあって今7人ぐらいインドネシアの人が来てるんですって7人ぐらいインドネシアの若者ですかねわわわっと旅行なのかなどうかな来ててで、寒いでしょ今日本はすごく寒いんです今。 林さんに聞きます普通日本人は部屋の温度、まあ、エアコンですよねあの、うん、何度ぐらいにしておきますかうちは23度23度ぐらい、okay、じゃあ五十嵐さんにきましょうか五十嵐さんのところ大体何度ぐらいにしてますか部屋の中やっぱり234度ですねやっぱり234度ねそれからちょっと上になるとなんとなくぼーっとしてくるみたいな感じがありますよねあんまり気持ちがよくなくなる。 で、それが、普通日本人は冬は外に出ると0度ですが、外に出ると0度とか5度なんですが、部屋の中ではストーブとかエアコンを使って暖かくするんですね。それのターゲットは大体23度とか24度ぐらい。でも、今、林さんの近くに住んでいる7人のインドネシア人の部屋は30度ぐらいなんです。三十チュック。で、<laughs> そして、 度それで、その30度の部屋の中でみんな半袖着てるんですって、半袖の T シャツを。で、林さんは、なんでそんな無駄なことをするの、もうちょっと暖かい服をして着て、24度ぐらいにすればいいじゃんと思うんだけど、いつ行っても30度で半袖着てるんですって、さあ、これはどうしてでしょうか。ま、なぜもう林さんがなぜって言ってる、さあ、誰か答えられる人、手を挙げましょうか。 リファさん、この不思議なインドネシア人の行動をどう思いますかこ答えとか理由とかっていうよりもあの似た現象、うんうんあ。リファさん、ミュートになってます。インドネシアの方でもあの、うん、に似,た似たことをやっている人って結構いて。 でも、あのー、そう30度にするんじゃなくて、逆に、あの、エアコンを18度とかにして、すごく部屋を寒くして、その寒い部屋の中で、あえて毛布にくるまるっていうのがあるんですよ。<laughs> なので、なんか、あの、ああ、同じ感じかなってなって、でも理由がわからないんですよ。でも、あの、寒い部屋で、 ああわざと部屋を寒くしてその寒い部屋の中で毛布にくるまるのがいいっていうのはわかる。<laughs> ああ<ー> <laughs> どうですか林さん今の意見いや無無駄 <laughs> 無駄ででも林さんでもね実を言うと今リファさんが言ってくれた意見で私も思い出したんですが。 私の古い友人で、やっぱり、はい、あの、ジャカルタに駐在していた、あの、ご主あの奥様とご主人さんが、ご主人様がいらっしゃって、その奥様が好きなのは、やっぱり、夜寝るとき、冷房をガンガンに低くして、そしてものすごくたくさんあ、お布団とか毛布をかけて寝るのがすごく気持ちいいという日本人の話です。<laughs> <ー>だから、やっぱり、ごめんなさい。どうぞ、橋口<に>さん。あのー 電電車に乗ると、いわゆる長距離電車に乗ると、めちゃくちゃ寒いじゃないですか。うんはい、寒いですよね。うんうん、あ,あれも、そのインドネシア人は、あれが好きだからですか、うん。どうなんでしょう。話がまた、いろんな話が出てきてるんですね。<laughs> 今日はね、あの、ちょっと、ま、まずは。<laughs> じゃあ清水さんその話は次の課題に持っていきますね。まず林さんから片付けていきましょう。林さん。ということなので、やはりあの人間社会の中では、ですねやっぱりそういった変わった人たちがいっぱいいるということで、やっぱり極限状態に置きつつ、でも自分でちゃんとそれを守れるということを楽しむ人たちがいるわけですね。日本人も同じことをしておりますので、はい、まあその人たちはインド日本の寒さを楽しみつつ、 楽しみつつ、はい、そのた寒さの中で暖かくできるんだぞっていうのを楽しんでるってことにしましょうか。とりあえず。わ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。はいすいません無理やり答えを引き出し,てしま,いました。<laughs> ちなみに林さんはインドネシアにいらしたときは冷房をガンガンにする方ですか、それともいやあっ暑い方が楽しい。あそそこそ冷房は入にはしないんですけど、うん、まあちょっと、うんうん、少しだけつけます。 なかなかちょっと面白いお話をあの林さんとそれからリバーさんから聞いたような気がいたします。じゃあ続いて清水さんのお話、私も思ったことがあります。清水さん、やはりあの長距離電車の,あの高級電車なんかに乗ると、もう冷房がもうこれでもか、これでもかというぐらい寒いですよね、そういう経験たくさんしたんですか、清水さんは。してますね。 ますかどうにかしてくれと思いますかやっぱあの時は、まあ、最初の頃はなんと非常識だと思ってました非常識ね,ねもう異常と、うん、もう異常だよこれはと思ってたでも今慣れましたか,れか慣れましたね <laughs> <laughs> で、じゃああの長距離列車に乗るとき長距離列車に乗るときはやっぱ上着をいっぱい持っていくみたいな感じですかね、はいはい はい、もうこれさっきのやはりお話に戻ってきますね、冷たいところであったかいもの、はい、バンバン着て楽しむという、はい、じゃあ、これ聞きましょう。皆さんはインドネシアの乗り物に乗ったときに、うわー、寒すぎるとかって思うことがありますかどうですか思いますか手を挙げてください。おおうん、うん、うんって、プトリさんもそうですか <laughs> プトリマスさんもそう。どうしてですかね健康によくないよね、プトリさん、あれは。 あの、うん、エアコンがあ,の、うん、あ私にボーッとします。だから。はどうしてどうしてやっぱりあんなに冷たくするんだろうそのあ長距離列車、い、e、い列車は冷房がすごく冷たいでしょそう,うしてだ,ろうそうですだから、うん、あのジャケット、 あ買ってします、うん、そうですか。ジャケットを買ってね、それを持って乗るというのが一番大切ということ、ね、寒い時にねでも、じゃあ先生が一番聞きたいのは、どうしてあんなに冷たくするんだろうということを聞きたい先生は誰か答えて、どうしてインドネシアの列車は、うん、はい、どうぞ、プトルさん。ー多分。うん、インドネシアには、うん、あーたくさんの人が、うん、うん。うんうん あ暖かいになるだからエアコンが低い、うん、あたくさんの人がたくあの電車の中に乗るからどんどんこう、はい、気温が上がっていくだからそのためになるべく低くするなるほどね、はい、でも人がたくさん乗ってない時もなんかガンガンに冷たいですよたくさん乗ってない時もすごく冷たい気がするでもそうです <laughs> 応募でしょう。うん、さあ、意見がある人。そどうですか。エルフィさん、どうぞ。はいはい、私の、意見は、おとりさんと同じ。で、それから、あの、なぜ、あ、そう、そう、なんでかな、お。なんでかな、温度が、あ、低く、す、ることということは。たぶ、うん、あまり調整できないかもしれません。 <laughs> ああ調が難しい例えばコレ、はい、とコレしかできないかもしれません。<laughs> なるほどね。ねだから、微妙な微妙な小さいこう変化調整が難しいかもしれないと,いうこと、ね。<laughs> かもしれません。はい。<laughs> ですから、あの、ノルヒトがとうな、ん分、多くなるためにはそれは、とうかな、何とかな、何とな、何とかな、何とな、何とかな、何とかな、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  もう最初からセットして、だから、うん、あ、少ない人でも、あそれ、あ寒いと感じることです。お客様が多くても少なくても、とにかく、クールはクール、冷房は冷房、で、冷房っていうのはもう一つかもしれません私も不思議だと思います。うん そうですか。さっきリファさんも手を挙げてましたね。リファさんも同じですかどう私もに似てるけど、ちょっと違って。あの、うん、私の方はあの温度が調整できないっていうのは考えつかなくて、あの、うん、私の方はあのこう外いや、インドネシアってだいたい外がいつも暑いじゃないですか。うん、それであ多分、一番暑い。うんあ 暑い温度に合わせてエアコンの設定を決めていて、あ<ー>それであのこう外が何度だったら何度に設定するっていう、そういうマニュアルがないんじゃないかと思ったんです。ああ、なるほど。例えば外があ大雨で寒くて、しかもあのあのバスに乗ってる人がほとんど雨に濡れてても。 温度がすごく低くてもう風邪ひきそうだって思った時にふとこれを思いつきました。なるほどね、エルフィさんも賛成ですと言っていますが、そうかじゃあ、とにかくインドネシア普通は外は暑いから、その暑さに合わせてもうセッティングしてる、設定してるので、あまりいろいろな条件に対して調整しないんじゃないかなっていうのがリファさんのね。 本当は調整できるんだけど、そこまで細かく考えないかなということです。うん、みんな深いですね。他に意見ある方、五十嵐さん、<laughs> どうぞ。さんすみませんあの、意見じゃなくて、関連した質問なんですけれども、インドネシアに私が駐在にあのでついていくときに、インドネシアについて住んでいらっしゃる日本の方に、はい、何が必要ですかって聞きましたら、うん、とにかくインドネシアのモールは寒いから、 <laughs> モールに行った時に羽織るカーディガンやストールは必ず持ってきてくださいって言われたんです。<laughs> 乗り物だだけじゃないんだモールもで<あ>確かに<あ>あの、まあ、シンガポールもそうだったんですけども、うん、インドネシアのモールっていうのは日本のデパートやショッピングモールよりも温度が低いって思います。うん、だからそれも同じよううな理由でしょうか あの、ありがとうございます、いがいさん。あの、ついには、まあ、乗り物だけではなくて、ショッピングモールもっていうことで、あの、私がちょっと、あの、前に耳にした話なんですけれども、やはり、その、えー、高級、ハイレベルとかね、そういう高級感を出すというときには、やはり、冷房がちゃんと効いてるっていうのが一つのもうプロモーションになるので、 だから、高級イコール、すごくもう涼しくしてるよっていうふうに聞きました。なので、あの、高級な乗り物も、高級なショッピングモールも、冷房ガンガンイコール、ハイクラスというイメージがつきやすいというふうに聞いたことはありますね。あの、なので、はい、まあ、そうですあの、うん 市場とかはねな、あの、その、あ、あの、クールじゃないので、あ、清水さんがちょっと手を挙げてらっしゃいます。そうですね。いいすあのー、私、ジャカルタにいたら二十何年前なんですが。はい、うん。その時には、本当モール寒かったです。で、はい、もう、うんうん、今、ジョクジャカルタに、に関して言うならば、寒ムにモールっては知りません。 全部快適な感じ,ですなじゃあまあだんだんやっぱりその辺はあのインドネシアもやっぱり冷めすぎるのはよくないということをちゃんと注目し始めて今変わってきてるのかもしれないですねだんだんね、はい。なぜか今日は日本語ワイワイ日本の暖房具の話のはずがインドネシアの冷房について話し始めてちょっと先生は <laughs> あらみたいな感じですけれど <laughs> <laughs> じゃあ、最後にみんなで日本の暖ボーの写真見ていきましょう。<laughs> 皆さん知ってるのたくさんあると思いますけれども。はい、じゃあ、あの、ファデルさんよろしくお願いします。いろいろ見つけてきました。はい。えー、では、行きましょう。はい。まず、これですね。これ、インドネシアはクールだけですよね。冷房だけですが、日本の場合はエアコンっていうのは、あの、エアコンディショナーといって、要するに、あの、あの暖かくもなるし、冷たくもなるんです両方使えるようになっています。 はい。で、これがまあ今はバンバン売れてるということですね。はい。エアコンでございます。はい。それでは続いての写真です。続いてはこれは、もう、もう先生が小学生の時からあったストーブです。ストーブですね。これは多分、あの、あれですよね。石器、石油、石油です灯油灯油。灯油。電気ストーブこれは灯油かなこれは灯油ですね。あの、ミニアックですね。灯油を使った、あの、ものですね。で、えー、続いての写真ですね。 でこれも見てください、さっきのストーブですけれども、まあ、ちょっと古い感じですね、このストーブの便利なところは、あの上であの味噌汁を温めたりとかですね、お餅焼いたりとか、そんな楽しいことがいっぱいできるんですね、お湯を沸かしたりとかね。はい、はい、続いていきましょうか、はいはい。これはちょっとおしゃれな感じ、ね。これはあんまり危なくない、火を使ってない感じですね。続いていきましょう。 はい。いろいろあります。これ、ミニミニサイズです。ミニミニサイズ多分、多分ね、この20センチぐらいで、先生のうちはトイレとか置いてましたね。先生の、あの、両親のうちには。やっぱり冬は、部屋も寒いし、お手洗い、トイレも寒いんですね。だから、トイレにもストーブを置いてくんですね。はい。じゃあ、次の行きましょうか。マドリーさん。はい。で、これは、扇風機。 扇風機の形してますけれども、風が暖かいんです。シューッと風が普通に扇風機みたいにもありますけど、暖かい風が来て、ああ、暖かいみたいな感じですね。ちょっと変な感じですよね。扇風機が暖かいっていうのはね。はい。続いていきましょうか。さあ、どうぞ。はい、これは皆さんがよく知っているコタツ。コタツ入ったことある人、コタツ使ったことがある人、まあ、リファーさんとか、 ちょっと今、見えないですけどね、先生からはね。手を挙げてください。こたつ、おおいますね、いますね。あいらさんも、それからエルフィーさんもね。エルフィさんあ。はい、そうですね。あ、でも意外にそんなに多くはないですね。はい、これ、こたつど。どうでしたか、あいらさん。どんな感じこたつは好きですかうん、好き。まあ、暖かいけど、私もね、あの、こたつのところに寝たことある。 ああね、そうね。実はね、アイラさん、こたつの中で寝るのってのは最高に気持ちがいいですね。だらだら。でも、五十嵐さんが、んっていう,うて <laughs> <laughs> よく寝ちゃいますか五十嵐さん、こたつに入って。<laughs> あの、今のうちにはないので。あ、そうですか。寝ちゃいますよね。もうほんと、猫も寝たりとかします。この中にね。はい。で、このこたつ、もう一つ見てみましょうか。で、<laughs> コタツは昔は四角だったんですが。正方形だったんですが、最近はやっぱりたくさんの家族で座れるように、この長方形という長いコタツもありますよ。ね、かっこいいでしょなんかコタツもね。で、続いこれは横に長くなってるんですが、もう一つ、これは座って入るためのコタツ。これもコタツなんです。面白いですよね。で、これは、まあ、その、今のコタツっていうのは、 この布団みたいなこたつカバーって言うんですけども、この二つを取ると、こ,この,あのカバーを取ると普通のテーブルになるんですね。だから、夏とか春とか普通のテーブルとして使って、ちょっと寒くなってくると、こたつカバーをかけて、この布団、布団みたいなのをかけて、こたつとして使うんですね。便利でしょう。はい。続いての写真行きましょう。はい。これが、えぐきさんが言っていた湯たんぽ。 で,すで、この中にお湯を入れるんです。そして、このカバーに入れて、足元、あの、寝るときに足のところに置くと、足がポカポカして気持ちがいい。で、今は、お湯を使わないで、電気で、あのー、電気の湯たんぽ。電気の湯たんぽん電気の湯たんぽって変ですよね。なんて言えばいいんですかあの、林さん、五十嵐さん。電気の湯,<あ>湯たんぽあんか、あんか、あんかだい。 安価といいますね。電気でもあります。ファドレスさん、写真見せてください。これはかわいらしい写真ですけども、<laughs> これはなんかね、かバッグのようなぬいぐるみのようなですけれども、この中にはさっきの安価が入ってるんですね。かわいいでしょだから、なんか、か可愛いでしょで手なんかが寒いときには、これをこう持っとくんですねで。ちょっと安価には見えるんですね、はい。さあ、続いての写真です。はいこれがさっき言いました、電気毛布。 寝るときにはね、これが最高ですよ。はい。で、続きましていきましょうか。はい。たくさんありますね、日本の。はい。これが、さっきハリオさんが言ってたかな。これはね。カイロです。カイロです。はい。そう。<laughs> ポケットを引いたりすけど、カイロですね。もうこれ、この紙のようなものの中に、あの、黒いつぶつぶが入ってて、これ、クシュシュシュっとしたするんですね。で、これを、この服の中に入れたり、 ポケットの中に入れてるともう、もう本当に結構8時間とかね、あのー、暖かいままですので、これ非常に便利です。はい。続いてみましょうか。この北海道はいろいろ種類があって、これね、別にラーメンじゃないですよ。北海道いろいろです。いろんな北海道から。この北海道というのはここに入れるためもあるし、靴の中に入れるようなものもあるんです。靴の中に入れるね。<laughs> 靴下の中に入れるとか、それから、 ペターンと腫れるものもあるんです。体の中にくっつくのもね。<ー>はい。いろんな種類がありますよ。ぜひ日本に行ったら見てくださいね。でも夏に行ってもないですよ。これはね。冬のものです。はい。じゃあ続いての写真いきましょう。はい。これ最後になりますけれども、服、服自体がもう暖かくなるようなものもあります。さっき言ったヒートテックっていうのは普通の下着だけですが、このこういったようなもう服の中にですね、 インナーの中にも温かいその電熱が入っているものがあったりとかします。ということで、はい、ありがとうございました、ファドリーさん。はい、えー、いろんな、日本にはね、あのまあ、冬を、冬が長いですから、大、ま、体、あ、寒い時期っていうのは12、12、1、2ぐらいまで寒い。ねあの、時々3月にもやっぱり寒い時が。 あの、あるんですね。三寒四温っていう、あの、有名な言葉がありますけれども、本当に、あの、寒さが、暑さがもうこう、交互にやってくる、交互にやってくるっていう、あの、ことがあるので、3月ぐらいまでまだまだ気が抜けない、安心できない。なので、こういった暖房ーをいろいろ使って、みんな寒さを、あの、寒さと戦っています。ということで、今日の日本語ワイワイ、日本の暖房具についてお話をしました。さあ、ワイさん、それでは来週のトピックは何でしょうか はい、来週のトピックは、うん、静岡です。はい、えー、もうまた今月も最後になってしまいました。今<月>ね今月は早い、28日しかありませんから、えー、今月も最後になりましたので、えーえー、都道府県から探してみまして、やはり静岡といえば、静岡といえば何でしょうか。日本人の方しか分からないかな、これ。あリファさんが手を挙げてるような気がする。 えー、富士山って静岡でしたっけそうです、でもね、今先生が言いたいことは、まあ、富士山もいいんですけれども、富士山ももいいんですけれども今、この寒い時期、今日ね、いろんなダンボーグの話をしましたけれども、静岡といえば何がたくさんあるみたいな、なんか答えていただけると嬉しい。うん温泉かな。温泉かなよしにしましょう、ハリオさん。はい ええー、まあ、ちょうどいいかなと思って、あのー、静岡温泉もたくさんあります。それから、お茶もとても美味しいところです。このとても有名な静岡県について、来週はお話ししたいと思いますので。来週もぜひ参加してください。今日の日本語ワイドはここまでです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。